えー、まずですね収益の認識基準というふうに名前が出てきてるんですが、えーまあ、何を言わんとしてますかというとはい、まあ、これまでですね、えー、商品を売り上げましたということで商品売り上げたら。 まあ、例えばですね、えー、商品をかけて売り上げましたと言いましたら借り方売り買金貸し方売り上げということでのですね、えー、仕分けが行われたんですがじゃあこの売り上げをいつ貸し方売り上げにしたらいいのかというのがですね、えー、会計では決められております。はい、そのの決められた基準というのが 販売基準というふうに呼ばれております。はい、まあ、商品売れた段階、販売した段階で貸し方売上げにしてくださいっていうのが販売基準になります。じゃあ売れたってどういうことでしょうかということで、それぞれですね、えー、3つの考え方があります。はい、それがその下の図になりまして。 はいえーとまあ、商品を、えー、販売する流れとしましたらまず一番左端がスタートとして、まあ、お客さんから注文があって、えーえー、受注がありましたと受注があってでその後商品を出荷しますで相手先さんが、まあ、引き取ります引き渡しですね引き渡しを行います、まあ、荷物が到着しますで。中身なんかをチェック をしてて倉庫に入れていくということで研修という流れがですね、まあ、あるんですけども販売基準となりますとこのそれぞれのタイミングですね、えーまあ、出荷をベースとして売り上げとしましょうよという考え方と引き渡し基準ということで、まあえー、着荷基準とありますが。 はいまあ、荷物が到着したタイミングで売り上げとしましょうよというような形ですねお客さんのところに荷物が到着したら売り上げとしましょうよそれとかお客さんがチェックをしましたよ、まあ、研修しましたよっていうタイミングで売り上げとしましょうよというそれぞれの考え方がありまして、まあ、あのどれを取っていただいてもいいんですけどもはいあのー。 毎回変わるというのだけは、これは原則としてですね。避けといていただいたらと思います。どの基準でも結構は結構だということになるんですけども、まあ,あの会社でですね。まあ、3パターン使い分けてるなどということが起こらないようにだけは注意が必要となってきます。 ですのでそれぞれですね会社によってタイミングによってですね仕分けこの貸し方売り上げとするタイミングは違うんだなっていうのは知っておいていただいたらと思います、はい、そういったところを少し問題にしましたのが、はい、その下の問題です。はい、丸の1番得意先より商品100万円の受受注を受けた はい、2番「1、えー、の商品を得意先に出荷した」で丸の、えー、3番ですね「1、えー、の商品が得意先に到着した旨の連絡を受けた」「4番マル1の商品の研修確認の連絡を得意先より受けた」と、はいまあ、それぞれ一「1」三「2」「3」「4」というタイミングがあるんですが、はい、じゃあそれに基づいて、えー、仕分けの方を考えてみましょう。 はい、まず出荷基準その会社がですね出荷基準で売り上げを計上してますよっていうような場合、えー、どういったタイミングで仕分けがされるのかっていうのを考えてみましょうはい、えー、まず丸の1番これ何でしたかというと受注があったんですよということですので、はい、受注を受けただけではこれはまあ,あ売り上げとはなりません。はい ですので「丸の一番」は仕分けはなしと、はい、そして丸の二番こちらはですね商品を得意先に出荷しましたということでこちらの会社は出荷基準ですということですのでこのタイミングで はい、売上げの計上をしてあげてください。はいえー、こちらのですね 丸の2番売り上げと立てるのはこの2番のですね出荷した時と、はい。出荷基準を用いている場合はこの出荷のタイミングで貸し方売り上げとしてあげてください。ですから残り丸四こちらは特に仕分けはしません。 先方にですね商品がつきましたとか検証終わりましたよという連絡を受けましたといった場合は仕分けはなしです、はい、これがですね出荷基準、まあ、ネーミングからですねある程度仕分けをするタイミングをご理解できるのかなと思います。 ですからこれがまあ,ある程度ご理解いただけたならば、はい、次の引き渡し基準まあこちらもですねそこまで難しく考える必要はないですかね。はいえー、引き渡したのはいつですかというとその丸の3番の時ですね引き渡し基準の場合は丸の3番が引き渡したタイミング。 まあ先方にですね、えー、商品が到着したよーといった時が、まあ、引き渡しになりますので、はいえー、今回の問題でいうと ③ 番ですからこの3番のタイミングで「 えー、貸方側に売上収益を計上をしてください。ですから残り二丸四につきましては仕分けなしと。 はい、引き渡し基準を採用している会社では相手さんの、えー、お客さんのところにですね、えー、商品が到着したタイミングで売上収益を計上するというのが引き渡し基準になります、はい。となると最後研修基準を用いている会社は、はい「研修しましたよ」というのが丸の4番のタイミングですね。 はいえー、研修しましたという連絡を受けたというのは4/4 4番になりますのでこの4番のタイミングで売上収益を計上すると。 丸の,4番のタイミングで貸し方売上売上収益の計上となっておりますので残り二丸三は仕分けなしとなります。 という感じでですねそれぞれ会社によって、えーまあ、出荷基準、引き渡し基準、えー、研修基準ということでですね、はいえー、会社によってそれぞれ基準がありましてじゃあ、どの基準で売り上げ収益が計上されるのかといったところですね注意をしながら仕分けが必要だというふうになっております。